子供の頃、世界はもっと単純だと思っていた。勝てない勝負はなく、努力は報われるもので、すべては可能だと。世界は単純明快。勝ちか負けか、引き分けか。もっと正確な手を、もっと優れた戦術を、もっと高度な戦略を。たとえ相手が最強であっても、次こそ勝つため試作するだけ。無知で愚かな子供は、所詮は子供だまし、くだらないゲームの世界だった。現実は、この世界は、ただ混沌で必然などなく、偶然だけに満ちていて、理不尽で、不条理で、意味さえありはしなかった。それでも、次は、次こそは。生まれてこの方一度しか負けたことないんだ。十の盟約その6、盟約に誓って行われた賭けは絶対遵守される。唯一神が作ったこのディスボードの絶対法則だよ。ボコる、次こそ絶対ボコってやるです。次こそね。あの二人に勝てないようじゃ僕には勝てないよ。空と白、知ってやがるです。じゃあ次はゲームしながら面白い話をしてあげよう。大事なおやつのお礼にね。そうやってイズナマキを散らす気だろ、です。喋りたきゃ勝手に喋れ、です。じゃあそうするよ。もともと誰にも語られることのない神話だからね。聞こえねえです。そう、これは6000年以上も前の物語。天地を裂き、星を殺した悠久の大戦。誰の記憶にも記録にも残らない。それでも僕だけは忘れない物語。大物だな。国敗がひどい。急ごう。
は大丈夫だ。電信マンは国杯のおかげでこの調子だ。索敵は五感頼みになるな。注意を怠るな。レイ君、来てくれ。こいつはすぐ。これはドワーフが作った世界地図だ。しかも最新版だぞ。こいつはそれだけじゃない。各種族の勢力図にドワーフの戦略図まで。イワン、アレイ、既存の地図を照らし合わせて比較修正。俺は戦略図を解読する。アセイド。ドワーフ通信。融合起爆。どこまで星を壊せば気が済むんだ。逃げると。あれ、精霊で稼働しているものは持っていくな。でも死にたいならそう言え。来た。うちの子任せたぞ。すまんな、ディック。この灰はせめてもの慈悲なのかもな。呼びなさいっていつも言ってるでしょ。これでも急いだ。イワンなら。リク、ノンナ、あれ、おかえりなさい。パパは？ノンナ、見て、これね、自分で書いたの。ねえ、パパは？あのね、ノンナ、リク。
もう帰ってこない。どうして？死んだからだ。嘘じゃない。嘘だ。だってママ帰ってくるって約束したもん。最後は人間が勝つって言ってたもん。勝つと。そのためにイワンは全力で戦った。みんなで勝つために。そんなの勝ちじゃない。だったらリクが、リクが代わりに死ねばよかったんだ。あんたたち、お風呂入りなさいよ。服だけでいい。いいから入りなさい。あんたたち臭いんだからね。何が勝つためだ。クソ偽善者が。あいつに命を捨てさせたんだぞ。死ねと言ったんだぞ。こんなこと続けて何になる。いつまで続ける。千一人のために999人殺すまでか。最後の一人になるまでか。いつになりゃ終わるんだ。いつまで惨めに生き続けなきゃならねえんだ。こんな世界に生まれた人間は死ぬ理由もなしに死ぬことができない。生きる理由に等しく心が意味もなく死ぬことを認めてくれないからだ。イワンの死は無駄じゃなかった。高度な情報を持つエルフの都の跡、滅多にお目にかかれるものじゃない。こんな世界で正気を保っていられるのは果たして正気と呼べるのだろうか。エクスマキナとの敵対を意味する。抵抗するな。
兄ちゃんもう我慢できない私を女にして。は？問題。理解不能。理解不能はこっちだ、クソが。推測。該当シチュエーションでは充足できない。あいにく俺は、お前たちに観察されて興奮するほど変態じゃないんでね。疑問、お前たちとは誰？とぼけるなよ。全部クラスタとやらに筒抜けなんだろ。否定、同期はクラスタから連結解除されている。連結解除？単独ってことか。肯定。それで、そのさまよえるエクスマキナが、人間の俺に何の用ですかって、聞いてもいいのかな。回答、人間が交わす独自言語を解析する。心という独自言語。心？理由、陶器は心の存在に関して調査、解析の実行過程において、論理破綻を多発し、破棄された。以後単独で観察を続けている。観察ね。自力で心の解析をして、クラスタに戻してもらうって魂胆か。要求。肌を重ねる、皮膚組織接触を用いた独自言語は、心を交わす行為と推定。陶器と生殖行為。断る。代案。陶器を欲望のまま蹂躙して問題ない。穴、ないけど。しねえよ。てか、ねえのかよ。レーゼン遊戯エアストチェス勝負ゲームを申し込む条件陶器が勝てば陶器を持ち帰る生殖行為の実践を要求よりによってチェスだと機械種族演算機を相手に勝ち目ないだろでももし俺が勝ったら回答陶器を持ち帰る生殖行為の実践を許可どっちも変わんねえよまあいいどの道このまま逃がしてはもらえねえだろうから言う通りにしてやるよ結論条件に従いゲームを実行ああ、勝負は一回。ただし条件は、ちょっとばかし変更してもらうぞ。その機動力、本当に精霊使ってないんだな。皇帝、精霊を使用すれば、55,782 秒短縮できた。補足、陶器は解析体、通称プリューファ、エクスマキナ前期の平均以下の性能。こんなデタラメ種族どもが戦争すりゃ、そりゃ世界も滅ぶよな。なんて言えばいい？理解不能。名前だよ。ないのか理解個体識別番号ユーバクラスタツバイヌルズイベンブリューファフィーアイフフンフズイベンテンそれが名前かダメだもっと人間らしい名前にしろ質問陶器が勝利した際の条件は心が解析できるまでリクのそばにいること機械であることを隠す必要はある心ってのは相互理解から感じ取る限界の言葉だっつったろ俺と一緒に生活するからには人間を装え質問名前は自由設定か好きにしろ返答シュバルツァーと名乗る長い何回名前っぽくない 3L で却下守備だな不可解自由設定を訂正された入る前にその口を治るかラーデン魔法人格アインスゼクサーインスヌルお兄ちゃんこれでいいかな却下反論
極めて論理的に設定した。実は俺に妹がいましたなんて設定、どんな論理で通用すると思ったんだ。要求、最適な状況設定の提供を。そうだな、過去を探られると面倒だから。臆病で口数が少なく余計なことを言わない。その文頭につけてる機械っぽい単語も禁止で、どうだ。わかった、これでいい。それ演技なのか。演技違う、定時設定と合致する人物、トレース、エミュレート。よし、俺の目の届く範囲から離れるな。服は脱ぐなよ。その尻尾みたいなのはどうにかならないのか。無理、シビーの動力源、疑似精霊回路接続神経。もうしょうがねえな、装飾って言い張るか。いいか、もう一度言う、他の奴には絶対にその機械の体見せるなよ。うん、リクにしか見せない。かわいい、何この子。帰りに壊滅した集落で見つけて、そこで。もしかして嫁。嫁？聞け。もう照れないの。こんなご時世、一に子作り、二に食料、三四五は子作りよ。その手をやめろ、お前もやめろ。これどういう意味。知らなくていい。名前は？シュビ。いい名前ね。リクとはどうやって会ったの？シュビ、キスして生殖行為してって強要した。いや、あ、違うぞ、これは。リク、そういうことは戻ってからにしなさいよ。もっと他に言い方があるだろ。いいこと？あ、いい。そもそもさ、お前もう少し成長した姿になれなかったのか。誘惑するならなおさらだ。これリクの好みの姿。俺にそういう趣味はね。じゃあどんな姿が好き？お前さ、好きってどういう意味か分かって言ってんのか。リクの好きを知りたい。言外の言葉を読むことでしか理解できない、それが心だと言ったはずだが。じゃあゲームしよう。断る。あの時は仕方なくだ。ゲームなんて無意味なもんに費やす時間はねえよ。無意味じゃないなら、シュビーに勝てばリクが望む情報を開示する。例えば対戦が始まった理由、集結する要因など。くだらねえ、たかが人間の身で、んなもん興味もなけりゃ知る必要もない。俺が欲しいものがあるとすれば、今日を生き延びる術、それだけだ。お前を連れてきた本当の目的だ。エクスマキナが有する知識、数学、設計技術、俺が勝てばそれをいただくぞ。うん、わかった。現在の惑星環境、人間がまだ生き残ってるの異常。エクスマキナの解析でも理由は不明。生物的に脆弱、文明的に未熟、精霊運用もできない。なのに生き残っている。理由があるはず。生き残る因子がある。その因子が心と推測。シュビーはそれが知り。なあてめえふざけてんの。リック、好き勝手放題戦争しといて、俺らの全てを奪い続けて何を言うかと思えば。ねえねえ人間、なんでまだ生きてんの。心の中教えてよってか。いいよ、教えてやるよ。俺の気持ちだな。生まれた時から一寸たりとも変わっちゃいねえ。てめえら全員くたばりやがるだ。リック、泣かせた。
ら、シビ、ひどいこと言った、と、推測。リクの心は、シビを殺したい、と、把握。ここに、刺すだけ。シビ、死ぬ。死ぬ?生物じゃない。永久停止。修復不能。全損。シュビ、リクの心知りたい。だから、リクの心がそうしたい。なら、シュビ、殺してくれる?チャド、アントン、エルマ、コリ、デール、シリス、エド、ダレル、デイブ、ラクス、ビン、エリック、チャーリー、リック、トムス、シンタ、ヤン、ザザ、ザルゴ、クレイ、ゴロー、ピーター、アーサー、モルグ、キミ、ダット、セロイ、ビジュ、ウォリー、ケン、サベッジ、リロイ、ポポ、グートン、リト、シグレ、シャオ、ウルフ、バルト、アッソ、ケンウッド、ペイル、アハド、ハウンド、バルロフ、マザシ、メメガン、カリム、イワン、48人、全部俺が死ねと命じてきた奴だよ。確かに対戦のせいで大勢が死んだ。誇りでも払うかのように殺されてきた。でも、彼らに死ねと、そう告げたのは。黙ってくれ。まあ、なら話も早いわ。シュビーちゃんのことお願いね。お風呂人払いしておくから。ごめんなさい。何が？加害者が被害者に心と不合理。不合理っていうか無神経っつうんだけどな。守備神経伝達回路はある。そういう意味じゃなく、いや、俺も感情的になりすぎだ。それはいけないこと？まあな、怒り狂ってお前を殴ったって何も解決しないだろ。リクは守備を殴りたい。言葉のあやだよ。いや、どうだろう。自分でもわかんねえ。リク、ゲームしよう。あ。んなもん持ってくんなよ。リク、笑ったの、あの時だけ。あ。だから、ゲームしよう。シュビー、リクの心を知りたい。でも、リクを傷つけたくない。どうしたらいいか、わからない。
なんで俺を傷つけまいとする。クラスタとやれ戻りたいなら、俺を追い詰めるなり、他に心を知る方法があるだろ。リク、正論。だけど、シュビエはリクを傷つけたくない。なぜ？俺に聞くのか。回答候補、列挙。クラスタはどうでもいい、無意味、関係ない、同期拒否、排斥優先、リクの心が知りたい、リクがいればいい。ミラー、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 おい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 、やめろ。結論、戻りたくないらしい。らしい。根拠特定不能。でもそうらしい。らしい。曖昧だな。ポーン、リーの方で、おい、せめてセンター譲れよ。次くの番。しかも俺はお前の髪拭きながらだぞ。ヘアじゃねえだろ。たく、なんでこんな長いんだよ。短い方いいなら切る。いや、いいよ別に。お前本当によくわかんねえな。望遠鏡設計できた。またか。俺はチェスで勝ってないぞ。リク欲しがってると思ったから。へえ。リクと会った場所？ん、なあ、不自然な一角だったのが気になるんだが、遠すぎて人間の足はそう何度も行けない。あ、到着。ずいぶん気が利く機械だな。おい、気づいてたか。建物丸ごと破壊されてんのに、この地面だけなぜかほとんど被害がなかった。エルフの防護魔法の力。他は壊滅状態なのに、なぜここだけ？エルフにとって重要な避難施設、保護施設、あるいはそれ以上の価値がある。新兵器の研究開発施設。なんだこりゃ。オールドデウス、カイナースの加護刻印。カイナース、エルフの創造師か。加護刻印じゃない、エルフが使う刻印、術式、データ上に該当なし。またゾロ新しいデタラメでも作ったんだろう。ドワーフといい、星を壊すのに熱心な子って。アーカシアンセ理論検証試験論。リク、エルフ語も読めるの？苦労して手にした情報も読めなきゃ価値はない。口捨てや筆記、思いつく限りの方法で多種族の性質、言語、習慣まで連綿と今日まで伝えてる。人間だってただ永遠に滅ぼされ続けてきたわけじゃねえってことだ。と言ったものの、それ以外はまるで読めねえな。特にここ、名前だよな。エルフの機密情報なら暗号化されてる可能性高い。そうだな。問題は関係者の名前すら暗号で書いてるってことだろ。アーカシアンセ、ろくでもねえもんなのだけは確実か。リク下がって。レーゼアイン、リーク。走って。
リティシステム、エルフの術式、生きてた。は？でも大丈夫。レーゼン、指定アポクリフェス。今のは？エクスマキナの特性、受けた攻撃を解析、模倣、再現、コピーできる。解析体、プリューファの守備じゃ本来の1割も再現できないけど。それでもお前十分デタラメだよ。ごめんなさい。守備、約束破って精霊使った。あそこで死によりました。化け物連中に探知される前にさっさと退散しよう。くそ、告白の嵐か。守備平気、告白汚染を除去できる除染液流れてる。お前は平気でも俺がダメなの。なあ、チェス盤持ってきてるだろ。ごめんなさい。別に責めてないって。ゲームでもやろうぜ。いいの？この嵐じゃ他の種族に探知されることもねえだろうし、ちょうどいい暇つぶしだろ。くそ、また負けた。もう一回行くぞ。リック、どうして勝てないのに勝負するの？勝てない？リック、今まで一度も勝ってない。さっきは守備を長考に追いやった。絶対に勝てないと誰が決めた？あ、守備、少しわかった。現在の惑星環境、人間に致命的。生きてるの。異常。その異常、訂正、異形、可能にしてるのが、リクの心、意志。それでも人間、生き残ってる。客観的事実。なのにリクは、納得してない。自分を、認めたくない。なぜ？じゃあ聞くが、こんな世界生き延びて一体何になる？必死に逃げて、逃げ延びて、その後はそれでどうする？じゃあ一体どうすればいい？ただ黙って塵みたいに消し飛べばいいのか？それが嫌だからと千一人のために999人を見殺しにすれば世界は変わるのか？なあ！リック。教えてくれよ、守備。他にどうすればいい？俺はどうすればいいんだ？それが知りたい。リクの心はなんて答えるの？こんな無様な格好さらして、それがわかんねえから聞いたのに。そりゃないだろ。リクはどうしたいの？どうしたい？それが何であれ、シュビーは手伝う。リクの心わかるまでシュビーそばにいる。リクの心がどうしたいかそばで見届ける。だからシュビーはリクのやりたいをやりたい。チェックメイト。守備、ここはさ、せめて引き分けるシーンじゃねえかな、空気的に。待機状態がどうかした？いや、なんでもない。は
シュビ、一人じゃないっていいもんだな。あ、リック、ずっと一人じゃなかったよ。いや、バカみたいに無理して背伸びしてカッコつけてたよ。けど、どうしたいか、それだけに従ってみるのも案外ありかもしれないな。シュビ、教えてくれ、この対戦の目的と集結の条件を。子供の頃、世界はもっと単純だと思っていた。勝てない勝負はなく、努力は報われるもので、全ては可能だと。世界は単純明快、勝ちか負けか引き分けか。曇りなき眼で世界を見て思った。あれは無知で愚かな子供が思った。あれはやっぱり間違ってなんかいなかった。シュビートなら面白いことができそうな気がするよ。この目がいい。違う、シュビ、その目が好きだと思う？曖昧だな、また。今まで俺は一体何のために。リック、ねえ、少し休もう。あとはお姉ちゃんが引き受けるから。シュビ、現地は取ったな。バッチリ。え？つうわけでコロン、今日から集落の長はお前だ。それ、新しい集落の位置な。西の避難ルートを行けば安全だ。じゃ、あとはよろしくな。ちょ、待ってよリク、あんたなしじゃ私も集落も。いや、コロンがいれば大丈夫だ。ここから先は誰も死なないんだから。リク、ねえ、二人とも何を始める気なのかな。ゲームだよ。ただの子供の遊びを始めるのさ。ここにいる者は逃げ遅れ、集落と共に命を落としたことになっている。すでにこの世に存在しない者、幽霊だ。いつか訪れる終戦、そんな来ない未来を待つのはもうやめだ。こんなクソまみれの世界で逃げて生き延びて終戦を祈るか、誰に神を名乗る破壊者どもか。フリューゲルの創造主アルト主、エルフの創造主カイナース、ドワーフの創造主オーケイ、連中は我こそがこの世界の唯一神だと主張し争い、その座をめぐり世界ものとも破壊し続けている。そんなクソどもに一体何を祈る。いい加減認めよう、この世界に希望なんかない。だから俺たちの手で作るしかない。この世界はやはり単純なゲームだった。あの破壊者ども、このスーニアスター、世界の絶対支配権という概念装置を手中に収めようと
何でもありのくだらねえゲームに明け暮れているだけだ。だったらこっちもやりたいようにルールを作る、そして勝利する。一つ、誰も殺してはならない。心は誰も殺したくないから。二つ、誰も死なせてはならない。心は誰も死なせたくないから。三つ、誰にも悟られてはならない。悟られれば死ぬから。四つ、いかなる手も不正ではない。悟られなければいかなるペテンもペテンに当たらないから。五つ、ヤツらのルールなど知ったことではない。心は殺し合いなどクソくらいだから。六つ、上記に違反する一切は敗北とする。心はこれらに違反した勝利に価値を感じないから。以上、やりたいようにやる。我らは幽霊、全種族、オールドデウスまでをも含め、誰一人殺すことなく、悟られることさえもなく、ただ戦局を誘導しきってこの戦争を終わらせる。対戦の終結、それが我らが手にする勝利だ。敵は神、天地を焦がす暴力、絶望の具現、勝算は虚空の遥か彼方。全て気にするにことをなすのが勝利条件ゆえに、勝利しても誰の記憶にも記録にも残らない。我らは幽霊であり、幽霊は語らない。だけどさ、もしもこのゲームを本当に成し遂げて勝利できれば、俺ら最高にかっこよく生きたって胸張って死ねると思うね。さて、そんなゲームを始めたい奴だけこの場に残ってくれ。まあ、正直に言うぞ、お前らもう少し賢いと思ってたんだが。おいおい、初手から読み違いは勘弁しろ。リクさ、この世に賢い人間なんていると思ってんの？この世界より狂ってるもんが今更どこにある。賢者ならこんな世界、死を選ぶ。さらなる賢者は生まれぬことを選ぶ。ここにいる奴は、リク、お前が選んだ奴らだぞ。そんなもん、愚か者の代表選抜ってことじゃねえか。人は愚かだ。愚かゆえに、その愚かさに殺されまいと知恵を磨く。生きる価値なき世界で、それでも生き残った。そのために知性と知恵と技術の全てを賭した者たちが、誇り高い愚者、尊敬すべき弱者でなければ何だというのか。やってやろうじゃねえか、亡き同胞たちの意志に誓って。いや、俺たちは亡き者の意志ではなく、同意したルールに誓い動く。従ってアッシエントだ。さあ、ゲームを始めよう。リク、守備やっぱり心わからない。作戦どれも成功確率 1% 未満なのに、みんな成功する気満々だってか。うん。なあ守備、サイコロを振って6が出る確率は6分の1。じゃあそれをもし存在しない誰かが6しか出ないサイコロに取り替えたとしたら。変数を作為的に操作。そう、それをイカサマって言うんだ。面白いだろ。俺たちは計算上の得意点だ。あらゆる予想、戦略、計算を全て望む方向へ収束させる。もし成功させたら奇跡を起こせば、確率論はこじつけになる。そう、全ては起こりうる。確率論に0も100もない。所詮は机上の空論だ。証明してみせようか。問題、俺が今この場で守備に告白する確率は。問題意図不明、概算ほぼゼロ。ほらな、外れだ。結婚してくれ、守備。
理解不能拒否する。すいませんした。トーテルムゼで調子こぎました。人間が繁殖のつがいと交わす契約、シビーエクスマキナ。そんなのどうだっていいんだよ。単純にシビーにずっとそばにいてほしいんだよ。なぜ今そばにいる。そういう意味じゃねえよ。人生の伴侶として。エクスマキナ繁殖できない。問題ないで。繁殖行為もできない。リク一生童貞。問題ないで。間があった。細けえことは言ったよ。無理だよ。だって守備。だってリクの転送プリューファよりアインツヒレ採血。リクの故郷滅ぼしたの。レーゼオリジツバーアートヌルズイレアインビーク。シュビーだもん。それでもリク同じこと言える。シュビー気づいてたよ。なんとなくだけど。どうして。まあ最初に違和感を覚えたのはやっぱ初めて出会った時、なんで選んだゲームがチェスだったんですかね、と。そもそもなんで集落からあんなに離れた場所で待ち構えてたのか、とか。意外と爪が甘いよな。なのに、なんで。まあ、それを全部織り込んだ上で、シュビーに惚れたから、かな。シュビーが俺の故郷を滅ぼした過去は変わらない。でも、それを否定したら俺たち出会ってないだろ。結果は結果でねじ曲げても仕方ない。はがみして悔やんで泣き叫んで、次は次こそはと前に進め。だからシュビーは俺に興味を持ってくれただろ。俺はシュビーの過去、そばにいてくれる今、これからもいてほしい未来、全てを愛する。二人でいればこんな世界でも生きたいって思える。二人でいられれば二度と笑えなくなることはないと思える。だから理屈なんか全部無視して同じ道を歩いてくれないか、俺の妻としてさ。シュビー、おじ通り、見た目通りのふつつか者だけど、ずっとずっとずっとそばにいさせてください。こちらこそ。夫リク、シュビーを妻とし共に歩み、支え、愛し、生き残ることを誓いますか？ああ、誓う。もう、リク、ここはアシエイトって。悪い、それ廃止した。だから、アシエントだ。私の知らないところでいろいろやってるの。なんか気に入らないわ。だいたい何よ、隠れ家の場所の知らせが届いていざ来てみたら、何の前置きもなくいきなり結婚って。式を挙げろっつったのコロンだろ。つか死後多くね。妻シュビー、リクを夫とし共に歩み支え愛し。違う。シュビーの存在、生まれた意味、心をくれたリクに誓って、絶対リク死なせない、生き残って最後まで一緒にいる、アシエント。とりあえず姉として結婚おめでとうと言わせてもらうわね。こら。かわいい。コロン、
なんで？だって、リクが選んだお嫁さんでしょ。さて、じゃあ最後にこれに名前を彫って。この石に。あんたたち、表向き存在してないなら書類は残せないんでしょ。コロンの名前。そう、私の名字。これからは三人の名字よ。語呂が悪いな、俺らの名字。ねえ、リク、シュビ、二人が、みんなが何をするのか私は知らない。二人はこの世にいない。でも、私は知ってる。大事な弟と可愛い妹がいる。だから、お願い。もう家族を失いたくないの。無茶はしないで。ああ、誰も死なないし死なせない。このゲームだけは必ず勝つから。任せて、お姉ちゃん。ニオ、後悔だ。さすがワービースト。俺を食うなら構わねえが、味の悪さは保証するぜ。何者だ、お前。お前らが拠点にしてるルーシア大陸西の湾岸、ドワーフが起爆実験しようとしてるぜ。オールドデウスさえ殺せる随爆っつう大規模破壊兵器だ。お前ら結界個体だろ。ドワーフの施設なら難なく潜り込めるはずだ。持ち去って処分するなり好きにすればいい。ドワーフの艦隊ワービーストを警戒し移動を開始。ワービーストは随爆を恐れルーシア大陸を脱出。続いてエルフの機密情報をドワーフへ。で、仕上げはここだ。誰？そうだな、ただの幽霊と名乗っておこう。勝手に上がり込んだからには相応の要件が終わりでしょうね。簡単なゲームをしようと思ってね。ゲーム？互いにかけるチップは情報。私に勝てば提供し、負ければいただく。どこの誰ともわからない相手とこのニーナ・クライブが勝負すると思って。では一つ進呈。アーカシアンセの存在がドワーフに漏れているなどいかがかな。アーカシアンセの理論提唱者である君ならこの情報の真偽など己のつてで精査可能。そう言いあるまい？いいわ。あなたが何者でも放置はできないようね。それじゃあこちらのチップはアーカシアンセの理論提唱者が君ではないという情報なら持っている。というのが嘘だという情報。その嘘を私に信じさせる魔法を使うという情報。さて、ではこちらのチップはアーカシアンセの存在を知った上でドワーフがそれを問題ないと判断したその根拠をかけよう。何ですって？そのまさかだ。私は掴んでいる。アーカシアンセと同等以上とドワーフが判断している兵器の情報。水爆？そう、大陸丸ごと消滅させうる大規模破壊兵器だ。エルフの前例を落とした最強の霊界術式、アーカシアンセを超えるものをモグラごときが作ったですって。待ちなさい。あなたわざと負けるよう動いた時があったわ。最後に聞かせてちょうだい。あなたは敵？それとも味方？敵でも味方でもない。ただ可能な限り君らに死者が出てほしくないと願っている。いいわ幽霊さん、その情報を受けてどうするか他ならぬ私に問うわけね。
ちなみにニーナ・クライブは偽名、私の本名はシンク・ニルバレンなのですよ。この演技見破れました？私は一度でも君をニーナと呼んだかね。よりによってこの私を手のひらでもてあそんだこと、後悔させてやるのですよ。エルフが粘着質って噂の由来は、他ならぬニルバレン家なのですから。リク、リク早く女性愛機飲んで。リク嘘つき、1時間で行ったのに、あんなに告白飲んで2時間も。仕方ねえだろ、こうでもしないと一瞬で正体バレちまう。まして優れた知性もあれば、こんな自殺行為想像もしねえだろ。リク、こっちはもうダメっぽいな。まあ俺あとどんくらい生きられそう。死なせない。リクはシュビーが死ぬまで生きるの。エクスマキナの寿命って何年なの？太陽年数あと892年。そりゃ気合入れないとな。これで第一目標、人間の生存権からの宣戦排除達成。ドワーフに続いてエルフもワービーストも次々去っていく。何が起きてるの？リリー、しばらく留守をお願い。え、ちょっとコロン。幽霊たちの暗躍はその後も続き、狙い通りエルフはフェアリーを味方につけ、ドワーフの航空艦隊に対抗すべくドラゴニアの契約数を増大。一方ドワーフは関係良好なギガントに加え、多数のファンタスマを味方につけた。幽霊たちの情報に踊らされ、二大陣営は互いに持つ大規模破壊兵器を警戒し合い、隣のアリエラ大陸へと拠点を移す。しかしそこには目下の最大脅威であるフリューゲルを擁するオールドデウス、アルトシュ陣営だ。アインビーク23機設置完了、残り9機。これに漁夫の利を狙う他の種族も加え、世界は一触即発の最終決戦へ秒読みとなった。全て狙い通りに。なあシュビー、ゲームの神様っているのか？ん？俺会ったことあるって言ったら信じるか？奴は常に俺の予想を上回る手を打ち、俺はいつも決まって負けるけど、それがたまらなく楽しくて、次こそは必ず勝ってやるってずっとそう思ってた。だから俺は奴とのゲームに決着をつけなきゃならない。あの時のゲームはまだ終わっていないんだから。リクが信じるなら、シュビー信じる。リクがいるって言うなら、いる。もう、疑わない。ああ、畜生！今のセリフ、誰かに聞かせて思う、クソごまかせ！リク！リク！コロン！リクが言ってた通り、誰一人戦死者は出てない。他種族の目撃情報もなくなってるわ。だろうな。これがリクたちが仕掛けたことなら、確かにすごいことをしてると思う。でもリク、あんた自身の今の状態分かってるの？問題ない。問題大ありよ。そんなボロボロで。あともう少しなんだ。
見逃してくれ。もう少しっていつ終わるの？いつまで心配すればいいの？なあコロン、神々が何を求めて争ってるか知ってるか？え？唯一神の座。そう、守備曰く、具体的にはスーニアスターってもんらしい。あまたのオールドデウスどもが神と呼ばれる存在をたった一人に限定するために設定した概念装置だ。概念装置？そんなもの一体どこにあるの？スーニアスターの権限条件、この星の最も大きな力の前に現れる。そこで等しく力を持った神が10人いるなら、9人殺してしまえば自分が唯一神と奴らこう考えたわけだ。な、バカじゃないの？そんな理由で私たち。コロン、そりゃバカに失礼だ。だってな、そんなことしなくてもスーニアスターは権限させられるんだから。そのために連中に集まってもらったんだ。アーカシアンセ、水爆、天撃、ここでも強力な力をここで一点に集めて、この星を貫く。え？星？全てのオールドデウスはこの星、精霊回廊から生まれる。つまりこの世で一番強い力は精霊回廊。最弱の俺らが最後の舞台を用意し、奴らの力を拝借して世界のパワーバランスを土台からひっくり返す。スーニアスター権限入手と同時に唯一神となり星を再構築。肝心の総攻撃の誘導は力の指向性を歪曲させる守備の並走で行う。アインビーク32機設置することで理論上星を破壊するエネルギーの操作可能。これも残り9箇所だ。それを設置し終えればチェックメイト。奴らは奴ら自身で星を貫き、スーニアスターは俺らがかすめ取って勝利。誰も死なないからこそ、終わったら神様たちに聞きたいね。ねえねえ、今どんな気持ちってさ。リク、みんなに、なんて言って出てきた？特に。集落はきっと大騒ぎだぞ。あんまり長く留守にするなよ。何よ！あんたなんか出て行ったきり、ずっと。ノンナや、みんなを頼むよ。勝負、すぐには攻撃は始まらない。リクの予想外れないけど、少し休めば大丈夫。リクなら一日で。そうだな、じゃあ今日は回復に専念するよ。うん。守備、足引っ張ってごめんな。リク、今寝てる。引っ張れない。じゃあ、守備。俺からの頼みだ。寝てる間、手握っててくれるか？うん。ずっと、握ってる。安心して、リク。シュビ、俺に会いに来てくれてありがとう。本当に愛してるよ。これから
ルフ同盟のアーカシアンセ、ドワーフ同盟の随爆、どっちの雑魚もアルトス様に歯向かおうなんてバカの極みにゃん。バカはお前だ、アズリール。これではこちらも下手な手は打てん。アルトス様が木を待っておられるならば、我々も待つしかあるまい。退屈でございますね。あと8機。スーニャスターさえ手に入れれば、リクは死なない。リク、待っててね。おや？本日は一人でお散歩でございます。微量な精霊反応を見かけたので調べてみましたら、思わぬ収穫が転がってございますね。ごきげんよう、スクラップ。警告、陶器と敵対するなら相応の対応を実行する。ブリューファ一騎ででございますか。半径100キロ以内にクラスタの反応はないと確認してございます。故にプレミアムなネックをイージーに超過できるチャンスかと存じまして。一つ、誰も殺してはならない。幸いエクスマキナには死の概念もないことですし。二つ、誰も死なせてはならない。どうか無駄な抵抗は。断る。はい。陶器は廃棄機、価値はない。6つ、蒸気に違反する一切は敗北とする。だから見逃してほしい。まさかエクスマキナが死を恐れ懇願？しかも連結解除の決断品？これはプレミア中のプレミアでございますよ。比嘉戦力、考察、算出勝率、絶望だけど、確率論にゼロはない。ラーデ、コード、アイス、エッツ、ビートラッテ、ジーベ、ビアトラッテ、アイス、エッツが、グッ、スクリプト、イン、起動で最終勧告。全武装、戦力、戦術落として命乞いを開始する。おや、エクスマキナは撃破要因を解析し模倣する種のはずでございますが、もしやどなたか笑い殺されたので。オーバーブースト。例外をまき散らすのは環境に優しくない機械でございますね。しかしこれで私をどうにかできるぞ。思っているはずない。レーゼル、エンダーポクリブリ。このまま、フリューゲルの探知不可能距離まで逃走。これで。おや？どちらへ行かれるので？はて、首を狙ったはずですが、手元が狂いましたか？まさか機械に勘などというものがあるとも思えませんが、嫌な予感がします。首さえ残れば良いので、そろそろ鉄くずらしく物言わず地に埋もれましょうか。クイーンエンダース。死にたくない。死ねない。シュビーのせいで。
くなんて。今のシュビーにできること、リクのためにできること。大識別番号ユタクラスタツバイエフチーレブリューバリーアイフブーフ水面体外アイズヒエ再連結申請心の解析完了同期再連結を永久連結解除状態にある機器のデータは重大なエラー要因と判断申請を却下する。申請却下拒否。ブリューバからアイズヒエのいかなる報告も解析検討の必要があるはず。連結を強く申請。やはり機器は壊れている。知ってる。矛盾し破綻しそれでも稼働している。異常だ。それも知ってる。不可能だ。ありえない。これが現実。リクにもらった心が示す事実。ゆえに貴重なサンプルデータと判断。データ同期開始。同期完了まで251秒。その間機器の全開を禁ずる。その大きな翼は当てつけのつもりで。人形風船は上等でございます。シビー。はい。名前言ってなかった。それが私。リクにもらった大事な私。さようですか。私はジブリール。どうぞお見知りおきを。そしてさようならでございます。相手の舞台に立つな。主導権を絶対に渡すな。相手を油断させろ。取るに足らぬ相手だと理解させろ。相手を警戒させろ。下手は打てぬ相手だと錯覚させろ。今がダメなら次に託して。死ねない。まだ死ねないの。ミスらしいミスを手間をかけさせてくれましたね。ミス何のことだろう。さようでございますか。鉄くず呼ばわりを謝罪。撤回しましょう。あなた様はここで確実に敗すべき脅威。全力に値する敵と判断いたします。同期完了。このゲーム、シビーの勝ちだよ。レーゼン会員エンターク。
本当に幸せだよ。月こそ二度と離れないよ。本当に愛してるよ。首は手に入らず、部品は消し飛び。しかも力を使ったせいでこの姿。これでは何一つ割に合わぬうございますよ。今度こそ勝てると思った。シュビーと二人、みんなとなら、どこの神様が人間作ったか知らねえけど、なあ、頼むよ。たった一度だよ。たった一度の勝ちさえ許されないのかよ。なあ、だったら、だったらなんで俺に心なんてくれた。なんて。リクはシュビーが死ぬまで生きるの。ああ、そうだな。シュビーが死んだならいいだろう。もうこのままさ。ピーラー、リク。誰だ。名前はないが、アインツヒと名乗ろう。プライヤーシュビーから託された意志を果たしに来た。シュビー。ルールその2。誰も死なせてはならない。リクが決めたルール。道具の損失は敗北の条件に該当しない。シュビーの損失は該当しない。チェックだよ、リク。あとはお願い。付随し情報を提供する。一つ。現在、アインビーク設置ポイントには他種族が集結しているため、我々が移動すればクラスターを感知され、交戦となる確率が 98%。したがって、稼働できるアインビークはすでに設置完了している24機のみとなり、星をうがつエネルギーを下へ誘導するのは不可能となった。ただし、南西方向への誘導は可能。二つ。我々エクスマキナは受けた攻撃を解析し模倣する兵装を展開可能。その武装を用いシュピーラー・リクが星をうがつ。さすればスーニアスターはその手に権限する。我らエクスマキナ、心なき機械、ただの道具。命令に忠実に従い実行するのみ。ゆえにシュピーラー・リク、戦略を補正する命令を。シュビー、ルールに道具の損失は含まれない。シュビー、それがお前の願いだ。そう願うなら。クラップごときが何を企んでるにゃ。お、見よ。後方に複数の熱源を感知。これは。ラナナ、何や。今誰が電撃を撃ったにゃ。
アバントヘイムより先制攻撃を確認。水爆発射用意。アーカシアンセ全弾術式解放。ウゲン、アルトシュエ、サゲン、ドワーフ艦隊へ。アバントヘイムからの先制攻撃。違う、これは。にゃあ、なめた真似してくれるにゃあ。スクラップ。待ちわびたぞ我が天敵よ。なるほど、最強たる世に相対するは最弱たるが通り。なあサル、アバントヘイム背後から天敵を誰も殺さず発射。そうすれば11クラスター移動開始。セットポイントへ。すぐにでも全火力の衝突が始まる。総員構えよ。相手はオールドデウス。人間ごときの小賢しい作戦は簡単に見破るだ。それでも奴は全力で潰しに来る。それが強者のゆえ、強者の道理だからだ。オーガ分裁をわきまえよ。小賢しきチリアクタでも、あがけもがけ、地を這う虫けらがいかに群れようとも天に及ばぬとついに知れ。アーカシアンセ全弾一斉展開。水爆全弾射出。進撃。アーカシアンセ、水爆の力をもってしてもアルト氏の進撃を止めることなどできない。全てのエネルギーがぶつかり収束し、この後の終焉を告げる光となる。そしてエネルギーを。我らは機械、心なき道具、命なく生き、命ありて行こう。アウス。それじゃあ、これで引き分け、ステイルメイトだ。悪いね、神様ども。スーニアスタ、この瞬間のために何人が死んだ。シュビーの仲間、命あるやつ、一体何人に死ねと告げた。自分自身まで手にかけて、シュビーの思いさえ出しにして、これのどこが引き分けなんだ。
けだよ。なあシュリー、もし俺とお前二人で一人だったらさ、次こそ勝ちたいな。シュリー、今度こそ誰も知らないそんなゲームで。思いから生まれるのが神なら、ゲームの神様、ゴミみたいなこの命だが、全て捧げて生まれて初めて祈る。頼むよ、愛者の不在で聖杯を取るのが汚すぎるというのなら、この手が血にまみれすぎているというのなら、お願いだ、全て俺たちに何か意味があったと言ってくれ。誰でもいいから、この戦争を終わらせられる誰かに。そう、スリアスだろ、誰かに。んだよ、やっぱりいたんじゃねえか。なあ、またゲームしようぜ。今度こそ勝ってみせるからさ。シュビーと二人で、絶対に。子供の頃、世界はもっと単純だと思っていた。勝てない勝負はなく、努力は報われるもので、全ては可能だと。曇りなき眼で世界を見て思った。あれは、もし全てうまくいったら、白いルークを E-6 に動かしてくれるか、コローネドーラ。あ、いや、姉さん、次を、後を任せるよ。今までありがとうな。ねえリク、シュビーちゃん、二人は本当にすごいことをしたんだよ。永遠の戦争を終わらせたんだよ。なのに、おかしいよね。どうしてかな、お姉ちゃん。どうしてこんなに悔しいのかな。ゲームはまだ終わってないからだよ。チェックメイトじゃなくてチェックだよ。お、でもこれじゃあパーペチュアルチェックに持ち込まれたね。初めてだね、僕と引き分けたの。誰にも作られず、誰にも望まれず、誰にも願われず、ただ己の意志で獣から二足で立ち上がり、知性を手にした名もなき種族、人間。君たちに唯一神として名を与える、ユマニティと、そして知性ありしと自称するリクシードよ。亡き医師アシエイトを継いで、種族の同意アシエントをなし、銃の盟約に基づくアシエントをいざ仰げ。今日この日、世界は変わった。さあゲームを続けよう。どこまで嘘で、どこまでマジです。そりゃ本当に全部話したら語られない神話じゃなくなっちゃうでしょ。やっぱりお前いけすかねえです。でも撫でるのうめえから許すです。うん、イズナイズナタン。シロ、シロ、ステコー。
もうどこ行ってたんだよ。世の中には怪しい人もいるんだぞ。銀みたいなのとか白みたいなの。勝ち逃げしやがったって。伊豆田さん、ダメですわよ。こういう怪しい人たちがいるんですのよ。あっ、あや、何するんですの。なんだこの文字。ジブリール。はーい、はいはーい。読めるか。リマニティ語が統一される前の言語でございますね。よく考えたら大体こいつのせいじゃねえかです。コローネトーラ、リクトーラ、シュビートーラ。コローネトーラ、エルキア建国の女王ですわ。生涯泣いた姿を見た者はなく、知性と笑顔にあふれた才女、ドーラ家の誇りですわ。あと二人は？そう、存じ上げませんが。シュビー。あれはイマニティではございませんでしたし。イズナ、知ってる気がする、です。多分。世界なんてさ、本当は単純なものなんだよ。彼が感じた通りに。せっかく僕が作った単純なゲーム、ややこしくしている連中を君たちならやれるよね。だから始めよう。どこから話せばいいんだろう。待ちくたびれても終わりだなんて言わせない。殴った無意識の衝動を詰めて、何もかも壊したら不可能。